皆さんこんばんは、マリノスケです、ライブ動画はね2本ぐらいさせていただいたんですけど、一番最後の動画がハインズの動画ですね。2019年の4月19日その更新を最後にちょっとストップしていました。お休みしますとも言わずに急にストップしちゃったんですけども、ここからは、お休みしていた理由なんですけども、ライブ動画ではね説明させていただいたんですけども、動画がピタッと止まったもうその月に実はね入院をしていたんですけども、なんでかっていうと私が4歳ぐらいの時に、卵巣出血で一回手術して、ちょっと右か左どっちか忘れたんですけど手術をしまして、入院していた時期があったんですけど、その時にお医者さんに次お腹がもう一回痛くなったら片側の卵巣が出血してるからもう片側も出血するかもしれないって言われてて、で、定期的に検査をしてたんですけども、その2019年の4月の入院した時ですね、もうお腹がめっちゃ痛くなって、体調も良くなくて、あれもしかしてと思いながら、結局は大丈夫だったんですけども、体調があまり良くなくて、ちょうど三女ちゃんもその時、2歳ぐらいのイヤイヤ期やったんですよね。で、イヤイヤ期とかもあって、4月に出していただいた動画で、こういう子育て状況で買い物も大変ですみたいな説明をしてたと思うんですけど、本当にその時大変で、今も大変なんですけどね。今も大変けど、その時もピークにすごい疲れ切ってて、もうその子育てもしなあかん、仕事もしなあかん、どうしようどうしようどうしようって、もう常にもう24時間どうしよう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 、これどうしようあれどうしようみたいな感じで常にもう何かに追われてたんですよね。何かに追われてたんで、結局体も壊してしまって、結局検査も含めた入院で3ヶ月ぐらいかな入院してたんですけど、お医者さんには療養休養が必要だということで、しばらくお休みを急になんですけどいただきました。これがねもうほんまに主なお休みしていた理由ですね。はい、簡単に言うと病んでた。精神的にもね結構辛い時期でした。YouTube やってるといろんなコメントいただくんですけども、中にはね心ないコメントももちろんあるわけで、それをね覚悟してもちろんやってたんですけども、私もねこう見えて人間なんで、やっぱりね傷つくときは傷つくんですよね。一生懸命家事育児仕事を皆さんと同じようにやるわけですけど、例えばこんなお母さん嫌だとか、こんなお弁当まずそう食べたくないとか、気にしなくていいんですけど、自分の家族が喜んでくれてるし美味しいって食べてくれてるんで、そんなにねその言葉に振り回されなくていいと思うんですけど、その時はやっぱりすごく深く傷つきました。支えてくださってる、応援してますって言ってくださる皆さんのコメントの方が多いんで、そのコメントにすごく支えられてたっていう感じですね。こう見えてね心ない言葉に傷つく時もあるんです。はい、それでも私はエンタメ見るのも好きやし、自分がエンタメに関わっていくのも好きなんで、またゆっくりですけど再開していけたらなと思っています。インスタではねちょこちょこ更新させていただいてました。入院してる間はスマホ触れなかったんでちょっと更新止まっちゃってたんですけど、退院してからしばらくお休みいただいて、インスタの方は再開していました。なのでね、退院後の様子はインスタの方を見ていただいたらわかるのかなと思います。そして背景変わってると思うんですけども、引っ越しました。退院してから引っ越しました。もともと2年ぐらい住んだらいいかなと思ってたお家で、2016年に妊娠したんですけど、その時に切迫早産って言われたり、恥骨離解ですね、骨が離解する、離れたり、座りがねひどくてもう脱水症状起きてて、けど上2人が、まだちっちゃかったんでね、上2人も毎週点滴に行かなくちゃいけないってなった時に、病院が近いところの方が安心だろう夫が言ってくれたんで、長女の入学も控えてたんで、長女の学校の学区内でかつ産む予定やったところの産婦人科が近いところで、夫が急遽お家を用意してくれたっていう感じですね。出産後もしばらく通院しなくちゃいけないっていうことでしばらくそこに住んでました。で2017年から YouTube を始めて、今までの動画を見ていただいたと思うんですけど、そういう流れですね。ざっくり。なので YouTube 初投稿から数えると今3年目になります。あともう一個、家族が増えました。そうなんですね、この後ろに餌とかこのゲージがちょっと映ってると思うんですけども、ちょっとお見せしたいと思います。はい、ということで新しい家族が増えています。ショーン、フェレットのショーンです。男の子1歳ちょっとです。はい、フェレットのショーンです。
さんこんにちは、かわいい。小学生の頃にペレット飼ってたんですけど、中学生ぐらいまでかな飼ってて、去年また飼い始めました。ショーンのゲージとか餌何食べてるとかどんな風に遊んでるとかもね、また動画にしたいと思うので、よかったら見てみてください。わーすごいね、人懐っこいですよ。噛まへんし、いや最初は噛んでました。最初はねすっごい赤ちゃんの時はね噛まれてて血出るぐらいです。はい、なんですけど大人になってちょっと落ち着いて、もう全然今は噛まないで全然大丈夫。かわいすぎる。ご挨拶をと思って動画にしました。こんな動画が見たいなとかあったら、リクエストいただけたらなと思います。あとね、ロケもちょっとなんかやりたいなって思ってます。ロケ顔出し YouTuber さん、コラボしませんかしませんか。コリアタウンとかね食べ歩きしたいんですよね。新大久保も行きたいし、ほんで今ね鬼滅部、そうそう鬼滅忍さんいるんですけど、鬼滅ブームでちょっとね髪の毛は期間限定でインナーカラーに紫を入れています。パープルですね。なんかもう私慣れちゃってて、どうですかパープル分かりますか。なんかめっちゃ慣れちゃってて、でもみんな会った人会った人めっちゃ忍さん言われるんですけどね。インナーカラーを入れています。あれえうえーもううまく喋れない、うまく喋れないよ。ルームツアーっていうんですかね、引っ越したお家こういうお家ですよみたいなのも、動画に撮ったんでまた見てみてください。あとなんだっけ、あとそうそうそう、サンジョちゃん、サンジョちゃんがね結構ね大きくなってます。はい、ちょっとねサンジョちゃんがこっち向かってます。ねほんまに入院して分かったんですけど、睡眠、水分、快調、腸ですね、腸、快調がすごい大事やなっていうのをもう入院してもすごい思い知らされたというか、看護師さんがね毎日チェックしてくれるんですよね。眠れへんかったら睡眠薬をもらえるし、水分ちゃんと取ってますかっていうのと、毎日ちゃんと便が出てるのかっていうのを毎日ね看護師さんが聞きに来てくれるんですけど、毎日チェックするぐらいやっぱり大事なことなんやなと思いました。はい、やっぱ寝なあかんなちゃんとって。三女が2歳の頃は本当に夜中寝ずに YouTube 編集して、で朝方迎えてまた仕事行くっていうのをねやってたんで、さすがに私もね30超えてそんな体力はなかったはい、ということで三女ちゃん登場しました。はい、カメラ見て気をつけということで、12月で4歳になります。赤ちゃんの時に癒し系だった三女ちゃんではありません。もうさすが3人目めちゃめちゃワイルド。じゃあ1個だけ質問しましょうかね。好きな食べ物は何ですか。いちご。いちご、変わってない、変わってない。ね動画でねいちご丸々口の中に放り込んじゃった動画とか前あったんですけど、変わってないね。いちごが好き。どうかありがとう。ぶどうも好き。ぶどうも好き。ねえねえ、ミッキーところ行きたい。ディズニーランドな、よう覚えてんね。行きたい。ミッキーのとこな、また行こうね。また行ったら報告します。行けるかな。ちょっとねコロナ大丈夫ですか皆さん。コロナがねあるからね結構ストレスたまる生活ですよね。家の中のになんか汗だくやもんね、子供たちもかわいそうなんですけどね、親も大変よね。ねえ、まあそんな感じで。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ちなみになんですけど、上二人は、長女が小学校4年生になって、次女が小学校2年生です。まだね、買い物行ってもね、うろうろする、何してんの。まだね、買い物連れて行っても、やっぱりね、言うこと聞かずに、うろうろしちゃうんで、前のね、動画ではね、落ち着くのは3歳くらいかなって言ってたんですけど、4歳くらいかな、もしかして、落ち着くのって。ねえ、まあ、こういう時期ね今だけなんでね、またね反抗期とか来ると思うんでね。こんにちはって。はい、こんな感じで日々わちゃわちゃした、感じで、はい、子育てしてるとすごい大変ですが頑張っていきましょう。ババとジジとナチャババとダーと一緒にやった明日、ミッキーとこに行きましょう。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ一回降りまーす。あー、待って ねえ、もうめっちゃ映りたくないか、はい、
はい、こんな感じでね、毎日振り回されてます。多分ね、皆さんもそうですよね、こんな時期あったなっていう人もいれば、今まさに振り回されてる人もいるかと思うんですけど、はい、ストップ。体力が無限です。無限、体力が無限ね。まあ可愛いのは第一ですね。ねえねえ、じゃあまた次の動画でよかったらお会いしましょう。またね、バイバイ。帰ります。やめなさい、もう鼻赤くなってるって。